皆さんこんにちは。ご紹介に預かりましたトロンボン奏者清水真由美です。今回、素晴らしいスピーカーの皆さんがたくさんいる中でいきなり出てきましたトロンボン奏者、なんでしょうね。ちょっと自分でもこのあまりにもマッチしない自分にこうびっくりなんですけれども私も一応慶応を一応出ておりまして、慶応義塾湘南藤沢中高等部 SFC、 そして大学は慶応義塾大学理工学部物理情報工学科を出ています。一応で一応ちゃんと大学院まで進んだんですけれども、大学院は一応中退しております。はい、それでその後に紆余曲折を経て、オーストリアのウィーンに行って、その後にドイツに行き、今南西ドイツ放送交響楽団というオーケストラでお仕事をしております。はい、ではトロンボン奏者ということなんですけれども、直接皆さんの人生に役に立つこのスキルをお話ししても全く意味がないと思うので、普段どんなことをしているのか、そしてどんないきさつを経て、慶応を出ていながらなんでこんな道に行ってしまったのか、そういったところをいろいろ順を追ってお話ししていきたいなと思っております。はい、トロンボーン、さすがに分かりますよね。さっきネガティブなマイナスなイメージがなんて言われちゃってちょっとショックだったんですけれどもトロンボーン見たことありますよね。さすがに長くてこう 金属でできていて伸び縮みする谷圭さんとか、古いから分かんないかな高校生はそうやって芸人さんで、トロンボーン吹いてるような方も昔はいたんですけれども、ここにトロンボーンと一口言ってもいろんな楽器がありまして、ここにあるのは私がよく、いろんな、ところで演奏している楽器なんですけど、写真の左手に見えるのが一番よく演奏されるスタンダードなトロンボーン、そしてアルトトロンボーンでちょっとちっちゃかったり、あと右側にある2つが古楽器の古い楽器ですね。サックバットって言われるんですけれども、何しろトロンボーンって、割とマイナーですから、残念ながらマイナーなので、ピアノやバイオリンと比べてやっぱりこうレパートリー、その作曲家、その有名な、皆さんバッハとかモーツァルトとか聞いたことあると思うんですけれども、そういう普通の作曲家の作品が少ない。なのでなるべくいろんなものを世の中にトロンボーンの面白さを伝えるためにと思って、ものすごく古いバロック時代や ルネッサンス時代、さらに古い時代があるんですけれども、その時代の作品とかをこういうオリジナル楽器、その時にさすがに作られた楽器ではないんですけれども、そういう楽器を駆使したりしてパフォーマンスをしております。はい、パフォーマンスといっても、基本的に私のお仕事は人前で演奏する、たまに教えたりとか、楽器を広めるなんてこともやっているんですけれども、その中で一番一つの顔としてやっているのはオーケストラの団員としてお仕事をする、ここにちょっと写真があるんですけれども、トロンボン奏者っていうと、特に保護者の皆さんなんかはなんか何その変なお仕事って思っちゃうかもしれないんですけれども、一応運が良かったんですけれども、私はドイツの放送局の、日本でいうと、NHK とかありますけれども、その放送局に所属しているオーケストラがありまして、そこの団員なので一応肩書きが放送局社員という、すごくきちんとしてるのかなんか分かんないですけれども、きちんと、生活はできております。はい、そうやってオーケストラの中で、これは所属オーケのプロフィール写真なんですけれども、右側にあるのはその金管の私の吹いてる真ん中で楽器吹いてるんですけれども、こんな感じで演奏をしています。はい、そして、やっぱりオーケストラはね、たくさん人がいるので、その中で一人でこうちまちまやっていても、何しろトロンボーンですから、なかなかこう目立つところが少なかったりしてですね、ちょっとこう寂しいので、もうちょっと私としてはやっぱ人前に立って目立ちたい、みんなに音を聞いてほしいなんて思いもありまして、ソリストとして一人で舞台に立ってこうピアノに伴奏してもらったり、で特にヨーロッパだとこうコンサートホールというよりはこう教会がたくさんあるので、そこでオルガン伴奏などで、こうやって演奏したりすること、今回ここにはヨーロッパの写真はないんですけれども、オルガン伴奏だったり、こうやってそれこそさっき言った古楽器のサックバットっていうのでは、バロックバイオリンと一緒に共演をしたり、こっちは地元の皆さんとたくさんの友達で集まって演奏したりなんて、そんな活動もしております。はい、その他、さっき教えるっていうことを言いましたけど、業界用語といいますかね、その音楽の世界でマスタークラスなんてかっこいい言葉があるんです。
ですけれども、まあ、人にちょっとその道を目指す若い子たちに教えてあげたりとか、もしくは本当にあの中高生や初心者はまあ教える機会は残念ながらないんですけれども、まあ、そうやって広めていく活動や、あのそうやってもうちょっと上手くなりたいなっていう人たちをお手伝いするような活動、そして、まあ、これはまさに慶応の初等部なんですけど、この前で音楽鑑賞会なんてそんなことをやったりしたこともありました。こっちはその、震災でちょっと被害を受けた学校とかに訪問演奏しに行ったり、まあ、そんなような活動をしております。まあ、これはその活動の一環としてなるべくこうあの楽器を広めたいなっていうことで、あの踊ったりとかそういうこともしたりして、あのしております。はい、まあ私のそのお仕事についてはもっといろいろお話しすることもたくさんあるんですけれども、まあ、そういうことよりも、まあ、なんであのトロンボン奏者になったのか、一体どういうことがあったのか、まあ、どうやってどういう流れでこんなことになってしまったのか、まあ、その辺のことを皆さんにちょっとお話ししたいなと思いまして、ですね、まず私も中高時代、まあ、予想通りなんですけど、まあ、吹奏楽部に所属しておりました。あの SFC には残念ながらあのワグネルはないので、仲間外れされちゃってるので吹奏楽部であの頑張っておりました。はい、でも吹奏楽部あんまりね、こう今はどうだかわからないんですけど、昔はあんまりこうなんだろうな、頑張る人がかっこ悪いって思われちゃうようなところがありまして、なんかこうやけに私はコンクール頑張るぞとか思ってたんですけど、ってみんなこうさーって弾いていっちゃう感じで、ちょっと私物足りないなっていう感じがあったんですね。まあ、それでそんな中で、大学に行って、大学にはあの伝統がある慶応義塾ワグネルソサエティオーケストラというあのすごい大きなオーケストラがあるんですけれども、そこですごくもうどっぷりアマチュア生活をしておりました。はい、でまあ何しろお勉強もそこそこに音楽ばっかりそのやってたので、なかなかこうずっとトロンボーンやっていきたいななんて思ったんですけれども、現実的にまあ皆さんがここでもきっと思うことと同じなんですけれど、それでどうやって生きていくのと、どうやって生きていくのか、まあ、お金を稼げるのかで、まあ、母親に言われたの未だに覚えてるんですけど、トロンボーンおばさんなんてかっこ悪いわよなんて言われてしまいまして、まあ、そうかまあまあね、どうでしょうねそんなことないと思うんだけど、まあ、そうやっていろいろまあネガティブな言われましたし、自分自身も思いましたし、なのであの、まあ、結果的に大学も大学の時点でね、その音大に行ってしまうということもあったんですけど、そういうことはせずに私は普通に理工学部に進みました。で、先ほど前半でまさにの進路をもうちょっと考えようと、しっかり考えようというお話がありましたけど、私は全くその真逆のひどい例でありまして、全く進路のことなんか考えなかったんですね。何したらいいのか分かんないし、で私がすごく嫌だったのは、あの成績は別に悪くないんですよ、私で。だけど良くもないし、でスポーツだってそこそこできるんですよね。でも別に一番のオリンピック選手になれるわけじゃないし、でなんか一番の美人でもないし、なんかこうなんでしょう、人気者でもないし、こう何か全部割とそこそこできるんだけど、なんか何かがないみたいな、こうキャラクターがない感じがすごい嫌だったんですね。クラスでも例えばこうお勉強がねあんまりできなくてもすっごい面白いことがきっとクラスにこう何人もいると思うんですけれども、そういう人がすごい羨ましかったんですよね。で私はそういう自分の居場所みたいなのを中高時代に、まあ、そこそこ学校生活を楽しんでいたもののあんまり見つけられなかったんですよ。でその中でやっぱトロンボーン演奏するっていうことはこう自分の表現をできた、すごいナチュラルに自分っていうものを表現できてものすごく面白かったんですね。で、まあ結果的にそうやってまあ音楽をやりたいって思って、でもどうしたらいいのか分かんないまま大学院までこうぬるま湯でバババッと使って上がってってしまったんですね。で容量だけはいいから別に、ね、まあこんなチャランポランな感じだときっと頭も悪いんだろうって思われて、よく思われるんですけれども、でもそれでもなんだかんだでこう大学院まで進めちゃったんですよね。すごいですよね、自分でもびっくりなんですけど、留年も一回もしなかったですし、もうすごいなと今から考えたら。で逆にそうやって進めてしまった頃こそ、まあ、それも嫌だったんですよ。なんかその中途半端な感じが何でもなんとなくできるっていう、だからこうどうしても一回さっき茨の道なんて言われてしまったんですけど、そういう自分を茨の道に置いてみたかった、その海外とかに行って揉まれてみたかったんですね。まだそういうことがあって、まあ
単身何にも情報もないまま大学院その理工学部の大学院を休学して、ヨーロッパへ渡ったんですけど、まあ、そこで全く言葉も通じないしドイツ語も、まあ、取ってはいたんですけどその大学時代その自分が使うことになるなんて思ってなかったので全然勉強もそこそこに行っても喋れない苦労ばっかだったんですけれども、まあ、そんな中でこう揉まれながら自分のやりたいことを貫こうっていうのがすごく大事だなと思っていてで、まあ、頑張っていくと夢っていうのは叶うんですねそこそこ全てじゃないかもしれないんですけど頑張ってそれをパッションを持って突き進んでいくと意外と夢って叶うでその実例として私は、まあ、慶応のワグネルにずっとどっぷり使っていたんですけれども初めてプロフェッショナルのオケに乗れたって思ったオーケストラは実はこっちベルリンフィルハーモニック管弦楽団という世界最高峰のオケの一つだったんですねでそこに、まあ、夢は一応乗れたっていうみんなも私が初めて留学した時はそんな無理でしょってみんなに言われてたんですけど乗れたしあとそれこそ高校生の頃ですね高校生の頃にすごい自分の憧れのトロンボン集団があってそこの演奏会に行ったんですけどまあその人たちにサインをねだったり写真をねだったりして右上にある写真が高校時代の写真なんですけれどもそれ一緒にこう写真を撮ってもらいましたでこの一番右側にいる先生はその後そのトロンボン奏者なんですけれどもその後私の先生になりまして左下では一緒に演奏して今はそのメンバーとして今度も日本ツアーをやるなんてそういうふうに夢がポン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 と叶っていってしまったんですねでまあ何が言いたいかと言いますととにかく、まあ、皆さんここにいる人は目的意識が高いでしょうしそんななんか私に言われるまでもなくそのオリジナリティや自分のやりたいことっていうのを強く持っている人がすごい多いと思うんですけれども何よりもオリジナルであってほしいその自分のパッション情熱やそのやりたい思いっていうのをすごい大事にその普通にならないでほしいなってすごく思っていまして、うん、熱を持って頑張れば夢も叶うと思うので、まあ、こうやってのらりくらり生きてきたその大学をそこそこにやって出てきた私もこうやって自分のやりたいことをやって昔はすごくそのトロンボン奏者なんてコンプレックスだったんですねトロンボン奏者なんて何ができるのなんて思ってたんですけど今はすごくそれを誇りに思っていて、だってここにまあ、いろんな人がいるけれども、まあ、自分がその例えばこう理工学部の教授なんかに絶対なれないのと同じくらいここにいる人は誰もトロンボン奏者になれないって思うし自分はとてもすごいスペシャルなオリジナルなものだと思うからみんなそれぞれが自分のスペシャルなオリジナリティを持って人生を楽しんでもらえればいいかなと思います、私はこうやってThat's my way なんて書いてますけど、まあ、まさにスーツケースとトロンボンを持って世界中を駆け巡るそういう人生を楽しんでいるのでみんなも人生を楽しんでください。